ちは。こんにちは。そうですね、この椅子も座り心地のいい椅子も見せつつ、ね、はい、はい、いや、どの世界も厳しいなって思いません？思いますよ。すごいオープニングでしょ。いやそれはね、簡単なことって何一つないよ。ですよね。どの仕事をしてもそうですし、そう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 、職業でもそうですし、やっぱ中でもこのスポーツの世界って、はい、まあ、サッカー、プロ野球、まあ、水泳、何にしてもやっぱりこうプロで活躍できる選手、はい、そこに到達できない選手で、プロになってもさらにそのピラミッドの頂点に行ける選手と行けない選手ってそれぞれあるじゃないですか。あるか。でそういった選手たちってやっぱ目標するところも、例えばとにかくベンチをしたいっていうことを目標にする選手もいれば、とにかく試合全部出て何か賞を取るとか優勝とか、そういう全然マインドも違ってきますし、なんかそういう選手たちのなんていうんだろう、差というか、どこがなんかあるんですか、こう境目というか。運だな。運、うん、俺よく言われるんだよ、はい、公園で、はい、どうやったらプロ野球選手になれますかとか、はい、言われるんだけど、もう運だって、持ってるものだって、努力は叶わないって。努力は叶わない、うん、って言ってんの、うん、プロの世界はね、はい、あ、そんな甘い世界じゃないって、うんうん、やっぱ運も大事だと、うん、ただ運を引き寄せることは可能だと、はい、それは正直に一生懸命やることだと。あ、それはプロの中でのってことなんですね。そうそうそう。でまず好きじゃないとできないよね。まあそうですよね、うん、野球が好きだという、まあ、条件があり、うん、運も持ち合わせてなきゃいけない、うん、まあ、例えばさ、まあ、イチローがライトに守ってました、はい、ね、俺ライトしかできませんっていうやつ一生出れないからね、っていうことは入る球団を間違えたっていうことじゃん。運がなかった。だから運がなかったでもう済ますしかないじゃない、はい、だからそういう運も大切だということで。あ、だってドラフトだからさ、好きな球団に入れるっていうことじゃないじゃない。運ですよ。そこは運でしょ、はい、だから運もなきゃいけないということだよね。まずそうですよね、うん、あと例えば高校野球でやっぱり活躍する選手っているじゃないですか、うん、でもそこでもプロに行ける選手、うん、そこで例えば現役とかプロ野球、野球を引退して就職する選手とか、うん、その違いってパワーの差だな。気持ちのパワー。気持ちのパワー。だから、うん、プロに入ってもパワーがないと、気持ちに、うん、みんなにやられる、競争だから。だからそこでものし上がっていこうというバイタリティがないとのし上がれない。だからいくらセンスがあるやつ、こいつすごいセンスしてんなっていうやつでも負けるのはやっぱそこが大変。例えばあの松坂投手が賑わせた夏の甲子園で、上重投手、PL で上重さん、今日テレのアナウンサーされてますけれども、だってあそこまで松坂投手と投げ合うぐらいものすごい実力持ってる方じゃないですか、うんうん、でもプロ行かなかったじゃないですか。素質が違う。え、いや違うんですか。全然違うよ、松坂と比べてみる、ま、松坂と、ね、比べてしまったら全然違う。そうですけど、でもそのプロに行ける実力がなかったってことなんですか。ないよ。でもアナウンサーという素質を見つけたじゃん。あ、彼はそうですよね、生き方としたらね、うん、なんか純粋に見てる方だと、そのああいう甲子園ですごい活躍した、うん、あ、じゃあプロに行ける実力あるんじゃないかなって、そういうわけではないないんですね。高校の時っていうのは大山の大将でやってても、うん、なかなかプロに入って大山の大将になれるやつなんか少ないよ、うん、それは自分のチームだというふうに自分が光り輝くそこまで行くっていうのは相当なやっぱ気持ちにパワーがないといけない、うん、素質もなきゃいけない、運もなきゃいけない、うん、だからこの3つが揃わないとさ、素質だけじゃいけないし、もちろんあと運ですね、うん、だから努力っていうのはみんな努力したしたって言うけど、うん、でも親の対象に自分がなりたいからしてるだけでさ、練習を、はい、それを努力と言わないよね、うんうん、勝ち取るため の, あの手段を選んでるだけだよ、そこで練習というの、うん、だから一流の人に努力しましたかって言ったら努力はしてないって言うと思うよ。いやめちゃくちゃ努力したっていうやつはちょっと違うなと思うよね、その言葉の使い方が。あ、やっぱり自分はやっぱ運だったりその時の流れもあったと思う。努力ってさ、報われない時に、うん、いや努力したって言うけど、うん、報われた人は努力とは言わないと思う、うん、好きだからやってたとかさ、はい、言うと思う。あ、そう、しかも努力って必ずしも報われるものじゃないですもんね。ほとんど報われない人が多いんじゃない、うん、多いと思います、うん、
ただ捨てる神あれば拾う神ありで、その努力がを見てる人がいるんだよね、やっぱり、うん、それで引き上げようとする人がいる、うん、例えば会社組織でもそうじゃない、はい、あいつはね能力が低いんだけど、こいつは本当に真摯に一生懸命やるっていう、うん、でもこういう部下を俺は持ちたいって言って引き上げてくれるわけだ、はい、そういう人がいるよ、いっぱい、うん、で、あとはね、切符がいいやつじゃないといい成績は残せない。なんですか、ケチだとダメ。ケチだとダメ、将来のこと考えてちまちましてる出さないって、これはね、仕事ができないやつに多い。そういう選手いました、やっぱり。おる。例えば言えるか、お前言え、あんなところにマスクがあった。なんなら音声もね、変えていいですよ。どなたですか。かぶっても言えねえよイニシャルでもいいんですけどね。いや、俺の持論では高校から入ったやつの方がスーパースターになる確率が高い。あ、それって切符がいいから。そう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 。ということは社会人に違う金の感性がない。あー、逆なんですね。あ、そっかそっか。で、一番ダメなのは、うん、俺の持論だよ、あくまでね、うんうん、大学まで行って社会人行ってプロになるやつ、うん、これはね、生活地味で、あ、お金の使い方とか重要性を分かってるから。高校から入ったやつが一番でしょ、うん、次大学、うん、次は社会人、高校から社会人行ってプロに行った。あ、そういう順番になってる。じゃあもう高校も行って大学も行って社会人行って入ってきた方は硬いなまあ、いい意味で堅実ということなんでしょうけど、うん、まあ堅実っちゃ堅実だな。で、悪く言うとケチ。ケチだな。ケチなやつが多い。誰ですか。誰。誰ですか。誰。いるはいるんですよね。いますよね。いや、いるよ。いる。だから達成するにはケチ。夏波とか。うん、あ、切符いいじゃないですか。切符いいよ。そうですよね。ね、なんていうの、坂本とかもいいしさ。へえ。切れるよ、金が。あ、そうなんですか。やっぱね、切れるやつじゃないとダメだって、うん、体制しないってことですね。体制しないそこら辺はね、いらないでしょ。もういらない、もういらなかったですね確かに。だからね、ユニフォームを着て満足するやつがいるんだよ、プロになったっていう。そこで満足する、そこの満足感か、うん、それとももうスタメンに名を連れるようになっての満足感かではさ、うん、やっぱもうレベルが違うよね、考えるレベルが。だから頭の悪いやつはなれないって言うけど、うん、ね、うん、頭の、ね、悪いやつはいくらでもいるよ、うんうんうん、俺もその一人だと思うけど。頭、いや、そんなことないと思う。いや、そんなことない。お前にそう言われてもさいや、本当に本当に、いやいや、でも頭の悪いやつだってできる。もうその野球の方があればね、はい、野球、全く分かんないやつがいるからね。頭の野球のっていうのが悪いやつが、野球の方が悪い。それ、例えば一般常識がね、分からないっていう、なんかすごく宇宙人みたいな選手がいるって。一般常識がわからないやつはいくらでもいるよ。何でしたっけ、糸井選手だっけ、でしたっけ、面白いの、すごく。何が糸井選手、宇宙人だみたいな。宇宙人だよ、宇宙人の一人だよそうですね。でもやっぱすごいじゃないですか。いろんな逸話を残してるよね、うん、例えばキャプテンのマーク、うん、それ重いでしょって、うん、記者に聞かれたら、いや、最近の素材は軽いんですとかまあ面白いんだよ、結構受け答えが。これは狙って言ってるのか本心で言ってるのかわからないけどね。いや、天然ですよ。天然なのか。天然だと思います。あの、天然の人って本当に何か一つに秀でてません？出てる。だからすごいですよ、やっぱり糸井選手って。だからね、うん、もう信じたいって言うけど、うん、まあ運とか、はい、まあ、そういうのももうほとんど人生って運だと思うよ、うん、出会いとかね、その時に出会う人。出会うな、うん、出会わないな、なんか。いや、何の出会いの話ですか、ね、あ、そうか、うん、野球の出会い。野球の出会 い, い出会い、例えばその時の監督とかコーチと相性がいいとか、そういう出会いも。ドラフトで運が良かったとか、そうそうそう、ありますよ ね。あと継続できる精神力があるかとか、はい、あとは気が弱かったら絶対できない世界だから、うん、だから運を引き寄せるには、はい、ね、一生懸命コツコツやることが大切だという。
まずはことだよ、ね、それは努力という言葉に置き換えちゃいけないということ。なるほど、ね、うん、はい、今日深い話でしたね、はい、はい。